が抜ける日々すぎて辛い。こんばんは。もうさ、ブチって言わないでほしい。まつげやだ。ガチ、まつげが抜けたら辛い気持ちになっちゃうから。まつげがね、抜けていいねメリットはないですからね。まつげ永遠と生えてこいって感じ、マジで。こんばんは。ちょっとラップ入れよう。コンタクトをなんとコンタクトを2日間連続で取らずにつけていたら目がぼやけてきました。みんなは2日間コンタクトをつけないようにしてくださいね。ワンでしかも外さないっていう寝落ち注意。コンタクトミンはスーさん、だるまありがとう。たっけ、たい焼きありがとう。たい焼き食べたーい。たい焼き食べたいなー。麦茶くんハートありがとう。たい焼き食べてーなー。えいひろ、たい焼きありがとう。ケークアトロ、たい焼きありがとう。なんか前髪をパッツンにしてから三つ編みにしたらもうさらに芋っぽくなってちょっと鬱なんですよ。タカハートありがとう。なんか目のギリギリで、なんかさ、めっちゃ芋っぽくて嫌なんだよね。タカくんハートありがとう。なんかガチで嫌だ。結構打つかも。なんか嫌なんですよね。めっちゃなんか今っぽいんですよ。なんか何なんだろう、ここをもうちょっと短くしたらいい。いや、なんか違うんだよね。いや、これ絶対前髪パッツンが原因だ。あと前髪が重い。なんか今っぽい。だからこれはもう多分私にしか分からない。なんか今っぽいんだよな。気のせいかな。いや、でも何て言うんだろう、横の毛があって姫カットの時はさらに芋っぽかったから、そう考えるとマシになったと思う。ここの毛をね、短くしたんですよ。そういえば横を巻くようにして、ここをちょっと横の毛を伸ばして、ここをもうちょっと薄くすれば多分芋っぽさは消える。あ、ほら、ちょっと薄くした方がほら芋っぽさは消えるかも。まあちょっとね、私はね、あのパッツン抜きまだ1ヶ月も経ってないんで、パッツン抜きまだ1ヶ月も経ってないんで仕方がないでしょうということで。こんばんは。もうね、まつげをね何回も抜けさせているから、もう今日もね、ビューラーしてる時にまつげ短くなったなって思ってちょっと辛くなったの、抜けてから。梅、たい焼きありがとう。甘栗、たい焼きありがとう。前髪さ、今の時期さ薄くする子が多いじゃないですか。だから逆にまあ重たくしました。でも私結構薄い方だったと思うんですよ、前髪。だから重くしたんだよ。でもね、パッツンの方がねいいって意見が多いから、まあたまに分けるぐらいで、これからはねパッツンにしようと思います。こんばんは。そういえば1週間で取れた爪をもう地爪に戻してきました。ふざけんなつらすぎ。1週間とちょっとしか持ってないこの爪、
下すぎる、ふざけないでほしい。本当に普通は1ヶ月とか余裕で持つんですよ、余裕で持つものなんですけど、そうオフしに行って、でオフ無料って書いてあったから、あオフって無料なんだと思ったら、なんか付け替えるのが無料らしくて、だから新しくネイルしたら無料だったらしいんですけど、私はオフで2500円取られて、もう辛くなって、それでさらにえーってなっちゃったの。なんかえオフ無料だから私財布持ってってなくて、でギリなんかそのそこの店がなんか普通に、まあ、ペイペイとか使える店だったからよかったんですけど、いや普通にちょっと焦ったよね。会計は2500円になりますって、えー、待ってやばいと思って、財布持ってってなくてやばいと思って、あペイペイ行けますかって、あペイペイ行けますよって言って、あよかったと思いながら内心マジ焦ったもう地詰め界隈になりました。でもね整えてもらってるから綺麗なんだよね。普通にやばい、マジで焦る。財布はね、うん、財布は持っていきます。財布は何があるか分かんないから持っていきます、これから。いやほんとそう、財布は持っていきましょう皆さん、何があるか分かんないからねこれでペイペイとか持ってなかったら普通にやばい。ハルルンバラありがとう。今週だよ幕張。そういえばスーさん好き好きみんもありがとう。バキュン。なんかネイルが剥がれた時にあの昔の歯が抜けた感覚でした。ポリッとなったってなって、昔の歯が抜けた感覚になったんです。怖かった本当に。こんばんは。ロコポコ結婚してええよガッチ、たい焼きありがとう。ツインテールは最近したやの。ツインテールばっかですよ、もう最近はね。高めツインばっかです、高めツイン人生だから。久々に三つ編みをしました。梅たい焼きありがとう。たい焼き食べたいマジで、めっちゃ美味しそう。シタモンくん1位だね。え、それな、シタモンくん1位ですよ。めっちゃ嬉しい、おめでとうっていう感じ。シタモンくん1位、マジでおめでとうございます。シタモンくん1位になってよかった。オノピーたい焼きありがとう。受かりきないけどオンライン当選した、あ嬉しい。オンラインでじゃあ会おうね、画面越し嬉しい。いつかまた直接話しましょう。嬉しいよ。あまぐりたい焼きありがとう。こんばんは。シタモンくん強すぎるね、マジで強すぎる。いやなんかポチャッコが中間発表で2位だったじゃないですか。でもうちょっと1位だったじゃないですか、最初の発表で速報が。でそれでもうちょっと許せなくて、私はあーってもうちょっと許せなくて、さっきだなって感じで。だからもう絶対1位させようと思って毎日頑張って投票しました。毎日頑張って投票しましたよ本当に。投票してサンリオショップに行って貢献してきました。いや私もポチャッコアンチだからいやだと本当に、いや若干ポチャッコアンチなんですよね地味に。でもねこのルームでねポチャッコ好きなねファンの方がいたらねもうぶん殴られそうでね、押しやめられそうだからそんなこと言えません。うん、ハルルン体験ありがとう。もぐもぐサシス清掃体験2つありがとう。ポチャコポチャコポチャコ欲しい。ポチャコ欲しかバトルするかバトルするか。ポチャコ欲しい、バトルする今からいやなんでポチャコアンチかというと、まあ、中間発表で2位になったっていうのがあります。それがでかい。中間発表でポチャコが1位になったっていう、中間発表とか最初の速報でポチャコが1位になったからちょっとアンチ化してきてる。私もともとポチャッコのちょっとあなんて言うんだろうな、あのいやでもこれ絶対言わんかい殺されるけん。いやポチャッコ、いや可愛い
かなみたいな。いやでも可愛い人それぞれじゃん。シナモンくんのこと可愛いって思わない人もいるかもしれないですね、このように。いやでも私ポチャッコ なんでなんだろうみたいな思ってて、でそれで食法で1位になったからちょっとあんてみたいな、ちょっと余計にライオレスしました。いやでもポチャッコね、でもなんか好きなメンバーもいいよね。 STU ポチャッコ個人的にはガオパルが何位だっけ、10何位とかだっけに入っててびっくりした。ガオパルっていうサンリオのキャラクターがいて、猫ちゃんもめっちゃびっくりした。と思って、まあコユミンはまあ安定ですよ。えいひろ大輝ありがとう、もぐもぐこんばんは。けんちゃん大輝ありがとう。シナモンくん次に好きなキャラクターはないけど、強いて言うならこぎみんとか、こぎみん、あにゃにゃにゃにょんっていうキャラクター好きですね。チャンリオ結構ね好きなの多いかも。シナモンくん押す前はバツマルくん推しだったんですけど、バツマルくん降りてシナモン、シナオタになってシナオタになったので、そっからまあねにねにょんとかコギミュン、その次はコギミュンって言ってますね。コギミュンとかも好き、コギミュン推しだったりとかですかね。あと割とまあハンギョドンとかも好きかな。ハンギョドンとか、うん、ハッピーダンブイのキャラクターかわいいなと思います。ハンギョドン結構好き。かわいくない？ハンギョドン。三つ編み、そうです、三つ編み、三つ編みしてますよ。え、やっぱ久々に感じますか？三つ編みやってたら久々に感じる？三つ編みは、いやなんか私も結構久々に感じるな。まゆむらちゃん6位、確かにまゆむらちゃん6位だな。まゆむらちゃん、プリンくんが3位だっけ。プリンくん、じゃあ景色式ビームありがとう、大輝もありがとう。クロミちゃん、あクロミちゃんが3位か。クロミちゃん3位なんだ。クロミーでしょ。クロミー、ユニバにクロミちゃんがいたんですよ。ユニバ一人でユニバ行った時にクロミちゃんがちょうどそのコラボしててサンリオのクロミーって歌ってた。一人でライブしてたクロミちゃんがギター弾きながらクロミーって。で私あのクロミちゃんも知らないからめっちゃなんかみんな人たかってたけど、私はちょっとあクロミちゃんおるなって見てハリポタエリアに行きました。いやマジでクロミちゃん見たらさクロミーっていう曲しか浮かばないんだよね。ハグルマンスタイル、ハグルマンスタイルは確かに、ハグルマンスタイルね地味に人気だよね。なんかさ本当にそれ可愛いのかなみたいな、本当にそれ可愛いのかなみたいなやつ投票してる人いますよね。ネタだよね多分あれ。ハグルマンスタイル、新幹線とか、でも新幹線は小学生に人気か。なんかおばあちゃんとかいるよね、なんとかおばあちゃんみたいな、なんかそれもサンリオなんやみたいな。ハグルマンスタイルリンコ好きだったよね確か。リンコがハグルマンスタイルリンコね、
今言った同じこと。なんか私のファンの人もなんかフルマンスタイル好きな人なんかいたな昔。こんばんは。ウィッシュミーメルちゃん、あメルちゃん可愛いよね。メルちゃんめっちゃ好き。マロンクリームも好きです。私マロン今私筆箱の中にマロンクリームちゃんのあの物差し入ってますよ。使ってますよずっと高校から。私の筆箱はコギミュンで中のあの文具は全部シナモンくんで、で物差しだけ唯一マロンクリームちゃん。こんばんは。サンリオ大賞でしか見えないキャラクター、え、そうなのそうなんですよ。ガモンハートありがとう。タッキーハートありがとう。クーガくん待機ありがとう。なんか特別なキャラ、え、でもさなんかさシナモンくんのさなんかやつ、なんかサンリオグネタマとかさサンリオからさリストラされてたよね。マジかわいそう。キリミちゃんか、じゃあグネタマか、グネタマかキリミちゃんがなんかサンリオピューロランドになんかリストラされてた、かわいそうだった。明日さわらかラジオ出るの？え、なんそれ知らないですよ。出るんですか？私出ないかも。誰かと間違ってるんじゃね？明日は全然別の案件が入ってる、違うお仕事。え、うつみって書いてる。あ、本当だ。あ、撮ったわ。あ、これ撮ったやつが放送されるんだ、めっちゃ前にいやなんかそう、出るで、ごめんなさい今知った。うん、明日は普通にあのちょっと別の案件ですね。コメント出演だから録音ですね。はい、あ撮ったわこれ、すいません、ごめん知らなかった明日って、ちょ告知しとこう後で。そういうことか、撮りましたわ。そうなんかこの前会って新鮮市場木村さんのやつの多分メンバーで、え、ありがとう、ぜひ聞いてください。明日は別の案件なので。たっくん好き好きビームありがとう。パッキュ、なんかさタワレコにサインを書きに行ったんですよ昨日。タワレコくんにねサインを書きに行ったんですよ。そういえばなのでまた広島に来た時は見てみてください。広島に来た時は見に行ってみてね。タワレコ広島くんにサインを書きに行きました。なんか衣装店に行って自撮りを一着ずつ自撮りをしようかなって思って自撮りを撮ってたらなんか私は知らないけどファンの人がいたので1枚だけ撮ってすぐ撤収した。なんかプライベートでファンの人に遭遇すると怖いんですよね、ひよっちゃう。なんかうわーとかの怖さじゃなくてなんかあーってなってひよっちゃうから1枚だけ撮って消えました。明日は RNC のアイドルしか勝たん23時半から、あアイドルしか勝たんも出ます
いや、わかんない、知らない、初めて知った。え、ほんとごめんなさい、マジで。なんか教えてくれないんですね、マネージャーさん。マネージャーさんが今、私の担当マネージャーさんがちょっと体調不良でお休みしてて、お休みしてて、で別の担当マネージャーさんになってるんですけど、その今担当してくださってるマネージャーさんがめっちゃ忙しい人で、そう、ファンの人の方が詳しい。ありがとう。ちょっと告知します、明日。ありがとうございます、本当助かる、マジで助かりました、ありがとう。もう口絶対したい人間だから本当に助かります。ロコポコアイスありがとう。なんかひよっちゃいますね、普通に。みんなはさ、なんか推しとかさ、その知ってるメンバーとかとさ、推しじゃないメンバーとさ遭遇したらさ、あ、メンバーだってなってドキッてしてさ、なんか嬉しいかもしれないけど、私はなんかドキッてして、あーってなっちゃう。酔ってしまう。でサインを書いてる時に、あの自撮りをしてたんですけど、なんかサイン書く時、私店長さんとかになんか挨拶多分しに行かないから、はたから見たらなんか公式のパネルに勝手にサインを書いてるなんか女って認知されたらどうしようって思って、勝手にね、なんかその果てから見たらね、私を知らない人からすると、なんでこの女は勝手にメンバーのパネルを取って、なんか勝手に木かもの書いてるんだろう、器物損害だろうみたいな、器物損害だろうって思ったらちょっと大変なので、それも怖くてヒヨヒヨしながらいつも手震えて書いてるんですよ、もう怖くて。そう、こいつは勝手に STU48 のメンバーのパネルに勝手に書いてって思われた、困る。でもタワレコにサインを書きに行くときは、あの店長さんに話しかけることはなくても勝手に書いてくださいみたいな感じのスタンスなので勝手に書くんですけど、なんかちょっと申し訳ないんですね。でも逆にその一回話しかけてた時に、その店長さんとかなんか逆に気使わせちゃって、本当になんか申し訳なくなっちゃうので、そうだからもう話しかけずに書いて帰ろうと思う。出ます。めっちゃ推しさん認知してる人も怖い。は怖くないかも、怖くないかもしれん。あ、ヤッホーってなるかも。逆にあ、ヤッホーってなるかも。スミトくん、なんだこれは、なんか四角いやつ、ありがとう。他のボードに小さく落書きしたことある？ないですね。そんなことはしないよ。ちょっとやばいだろ、普通にやばいだろ、最低だろそれ。他のメンバーの勝手に落書き、それは最低すぎる。絶対しませんよ。逆にするんですか？
こんばんは。打ち上げ祭行く。おお、やった、打ち上げ祭。今日ねちょうどね打ち上げ祭のね詳細がね来てね、ちょっとアンケートを提出しました。アンケートを提出しました。今日打ち上げ祭の嬉しい、楽しみにしてね。こんばんは。打ち上げ落書きしてもいいように僕のボードも置いておこう。わかった。あなた演者ですか？あなた演者？演者の方ですか？ST のあのメンバーの方ですか？実は。ウェーマン。なんかウィンクして。ウィンク。ウィンク。ありがとう。私ウィンクできないかな。ウィンクできないから仕方ないな。もう他の人には見せないからね、ウィンク絶対やらないからね。今日だけ特別だから。ありがとうございます。打ち上げ祭、打ち上げ祭はスマホ撮影が OK なのでぜひ。ウィンクじゃんしないから。ウィンク見ちゃった。そうだよ、ウィンクしてってわざわざギフト送ってくださったからウインクしただけであって、そうウインクしただけであって、普段はしないから。普段はしないから特別だから、みんな感謝しなさい。みんな感謝してください。今こんなギフトあるんやね、初めて知った。うん、こんばんは。須田健のインタビュー、おー須田健のインタビューも見た。やばい、いつともに本当にやばい、なんか全然覚えてない。逆にファンの人の方が詳しい。ありがとうございます。告知しよう、もしあるなら。ウェーマンかわいい、ありがとう。ウィンクしてウィンク終わった。ウィンクウィンクありがとう、ウィンクありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとう。ウィンクありがとう。ありがとうございます。もう特別だからこれ。特別なんで、うん、ありがとうございます。ウィンクね、ウィンク頑張って練習してますよ。でもやっぱ慣れないね、難しいね、ウィンクはもう。ルルルルル。てかもうやばくない？もう6月？今何月？今6月か。もう6月終わるっていう17日。まああとちょっとあるけど2週間ぐらい。普通にやばくないですか？あと2週間ぐらいあるって考えられない。普通に考えておかしい。なんでこんなに早いんだろう、月日が経つのは。あっという間。しんくんたやきありがとう。こんばんは。りねちゃんに感謝。違いますよ、りねちゃん推しさんに感謝です。りねちゃん推しさんに感謝してください。ひきちゃんたい焼きありがとう。なんかリアルにさ、ピンク色のたい焼きって存在するのかな、この世に。なんかピンクのたい焼きって可愛いね。
たい焼き、なんか小学校の頃運動会とかでたい焼きがあって、運動会の屋台に、小学校、自分の小学校、あれ買ってもらって食べてました。いや、なんかあの昔ながらのたい焼き、あれめっちゃ美味しい。なんかたい焼き専門店のたい焼きはなんかもう皮がパリパリしてて、でなんか生地もその薄いんですよ。だから なんて言うんだろう、私やっぱたい焼き専門店のたい焼きも美味しいけど、なんか昔ながらのなんかもうほんまに生地みたいな、うん、なんか分厚めの素朴なたい焼きが好きだなって考えました。たい焼きね。でもさ、なんか白いたい焼きとかさ、なんか生っぽいもちもちの、なんかあれ多分たい焼きって言わないけど、たい焼きの形だけど、白いたい焼きとかめっちゃうまくない？白いたい焼き、あれめっちゃ感動した。小学校2年生ぐらいかな、確か小2ぐらいだった気がする。なんか白いたい焼きがローソンで発売されたんだっけ、最初。私覚えてますよ、多分ローソン。感動したもん、なんだこの美味しいものは。初めて食べて感動しました。通称ウィンクしてもらえますか？通称、考えてきます。通称ウィンク、分かりました。もう君が言うならね、君が言うなら仕方ないな。特別ですよ。そう、もちもちの白いたい焼き、あれ美味しいよね。でもカスタードとか、まあ、チョコクリームとかあるけど、私はもう最初白いたい焼きを食べた時は感動した。でもうちのおばあちゃんは、お母さんがあの初めてメロンパンを食べた時に、うちのおばあちゃんね、なんだこんなに美味しいものはって思ったらしい。なんてこんなに美味しいものはって感動したんだって。可愛くない？うちのおばあちゃん、人生で初めてメロンパン食べた時に、なんてこんなに美味しいものがこの世に存在するなんてって。可愛くない？もう可愛すぎるよね、口で。もうマジで泣いちゃった、可愛すぎて。可愛すぎるよ、本当に。もう本当に可愛い、うん、本当に可愛いです。そう、もちもちがうまい。でも生地分厚めの、なんかあーめっちゃ小麦食ってるみたいなやつも好き。帰り大雨でずぶ濡れの俺を温めて、大丈夫？私の家においで、温めてあげるよ。ねえたん、ほっぺと、もちもち、たい焼き、どっちが柔らかい？あ、もちもちたい焼きかな。予想してた回答と違うでしょ。あ、もちもちたい焼きですね。なんか私のほっぺた、まあ柔らかいけど、言うてもここはなんかもう硬いんですよ。多分骨が出てるの、もともとね、うん、でもあのここら辺柔らかいけど、もちもちみたいな感じではない。全然もちもちたい焼きの方がうまいし、食えるし、うまいので、もちもちたい焼きです。今度触ってみる？握手解禁されたし。地詰め界隈になったからさ、通所の時にさ、あ、通所の前は握手の時、え、でも握手解禁まださ聞いてないからな。もし握手があったらさ、なんかネイル触らせてあげようと思ってたのに、地詰め界隈になっちゃった。こんばんは、ハムハムのえに広島語せんにカッとなったし、行けばよかった。やばいだろ。おいで。ええよ、ええで、
ゃあまた今度ね、また今度します、うん、また今度するありがとう、ありがとうございます。ちょっと通称までにちゃんとできるように頑張ります。で通称、通称え来てくれるってこと、もしかしてそれってえ通称と来てくれるっていうことだったらめっちゃ練習するけど嬉しい。遠回しに誘ってるよねそれ、通称行くよって嬉しい。メロンパンも中にあんが入ってないのが好き。中にあんが入ってるやつとかあるんですか、初めて知った。メロンパンに中あん入ってない、初めて知った。えでも確かにメロンパンは余分なもんが入った方がうまい。なんか変になんか中に入ってるやつよりかはあんまりそれそれのって感じ、な中に入ってる側入ってない方がうまいですよね。メロンパンさ、しっとりな やつとさ、なんかさカリカリっていうかサクサクのメロンパンあるじゃないですか、どっちが好きですか。私はサクサクのメロンパン、マジでクッキー生地って感じのメロンパンが好き。こんばんは。ファミチキ食った時電流走った。えでもファミチキってさみんな感動するよね。ファミチキ、ファミチキうまいよな。でもクリスピーサンド、クリスピーチキンの方が、クリスピーチキン知ってます、ファミリーマートにある。私はクリスピークリスクリクリピー食った時に電流走ったよ。うわーっつって、何これみたいな、想像以上に美味しかったクリスピーチキン、何あれみたいな、なんかびっくりした、めっちゃ美味しかった。私が食べた中で電流走ったものランキング1位ロッテの生チョコパイ、生チョコパイ、なんかお菓子コーナーにある生チョコパイじゃなくて冷蔵コーナーにあるなんかスイーツのな生クリーム、なんかわかるかな、スイチョコケーキっていう表記になってる生チョコパイっていうのがあって、ケーキコーナーにある生のやつなんですよ、お菓子じゃない生チョコパイがあって、それとかピノのバスクチーズケーキ味とか、過去に食べたもので衝撃走った。あとはクリスピーチキンとかかな。あ、びっくりドンキー、びっくりドンキーのいちごミルクうわーって思った。びっくりドンキーのいちごミルクですね。びっくりドンキーのいちごミルクマジで美味しい。もうびっくりドンキーと結婚したいもん、うますぎて。びっくりドンキーのたい焼き、いちごミルク好きですね。びっくりドンキーマジで美味しい。ハルルのたい焼きありがとう。かなうたん、え、かなうちゃん好きなの？いちごミルクマジで好きだよ。私も仲良くなれそうだな。あとガブリチュー、もうガブリチュー永遠と好きです。山猫坊主たい焼きありがとう。ローズアーチャー44たい焼きありがとう。 Thank you。 ダイエットは続いてますよちゃんと。今日も朝、あでも連絡モバメに送りました、食ったもの。最近毎日同じ食事をとってて、焼き酒、なんかもう毎日同じもの食べてるんですよ最近。毎日焼きサバ、焼き酒で焼きサバを食ってます。焼いたサバ。いやなんか前1ヶ月前ぐらいまでは1日1食だったんですよ、1日1食だったんですけど、なんか多分停滞期に入って1日1食じゃ代謝が落ちて痩せなくなって、2食にしたらまあちょっと落ちてきました。またやっぱね、食事量を減らしすぎると筋肉が落ちて、逆に筋肉って体脂肪が筋肉に変わるんですよ。だから筋肉落としたら体脂肪に変わるんですよ筋肉って。だからいかに筋肉落とさずに体脂肪を減らすかっていうのでめっちゃ難しくて、そう
なんか脂質を取らなさすぎると炭水化物を取らなきゃ痩せないし、炭水化物を減らすと脂質を取らなきゃいけないってなってて、私は脂質で太るタイプなんで、なるべく炭水化物を取って食べないと痩せなくて、でも食べるの怖くて炭水化物を、まあ、バナナ、カリウム多めのなんかなんて言うんだろう、むくみが取れるバナナに変えたりとかして頑張ってます。こんばんは。お疲れ様です。やっほー、はるるん待機ありがとう、くうがくんも待機ありがとう。タワレコの新しいアシナデンしてきました。あ、ありがとう、見に行ってくれたんだ。タワレコくんにサインしに行ったから、ぜひお願いします、写真撮ってね。ガリガリくんのねチョコミント味とかね食った時衝撃走った。あとわ、ブリュレっていうアイスかな、ブリュレっていうアイス、あれ食った時に初めて泣いちゃった。アイス食ってうまってなって。あとガリガリ君のチョコリッチみたいなやつ。でも最近衝撃走ったものあるよ。パイナップルとマンゴーが入ったヨーグルト、なんか贅沢果実みたいな、贅沢フルーツみたいな、なんちゅう名前だっけあれ、モブに送った、あれめっちゃうまくて、あれ最近衝撃走ったの。メロンパン、メロンパンはねもうたまになんか入ってたりする。メロンパンサクサクね、サクサクがうまいよ。メロンパンはシンプルなのが一番うまい。かぎひこ大輝ありがとう。いやマジでメロンパンはサクサクうめえよ。結局リーポンって呼ぶのはダメ、いいですよ全然、恥ずかしいけど、でも私はリーポンはちょっと嫌だ。リーポンって嫌。あ、でも全然呼びたかったら呼んでいいよ。え、でもね、いまだに違和感あるんよね、やっぱ呼ばれてたら。なんか。いや、お姉ちゃんといとこにしか呼ばれないから、なんか違和感あるんですよ、やっぱ。ファンの人に呼ばれると。うん。で、まあ、その、衝撃走ったの、衝撃走った。うぅって。何これって。もう感動した。でも私ヨーグルトってタンパク質だけど、ヨーグルトの脂質は体に合わないって気がついて封印したんですよ。だから辛い。私はブロンドの期間スイカジュースマジ美味しい。スイカジュース飲みたい。スイカジュースはいいか。スイカジュースって美味しそう。スイカジュースってやばいね。スイカカリウムだから飲んでもいいか。でもジュース NG だからな。スイカだったら食っていいかも。スイカジュースいいな。なんかハワイとかにあるくない？スイカジュース、アメリカとか。スイカジュース飲むの夢なんですよね、海外に行って。全然呼んで、呼びたいように。ビーポンとかブリュレアイス、え、ブリュレアイスマジで美味しい。私え、でも高校生だな、ブリュレアイス食ったの。高校生の時にバイトの時に発売してて、確か初めて食って衝撃走った。自分の家部屋の中でブリュレアイスを食って、なんだこれって感動して涙が出た。美味しすぎて、でそれから友達にご利用し、でも全然見つかってなくて、全然バズらなくて、なんでこんな美味しいのにみんな気づかないんだろうと思ってたら、急にバズった。見つかった。妙な感じ。シャリシャリくんっていうガリガリくんの味が忘れない。え、美味しそう。吸えるんだ。え、なんかチューブみたいなやつだったかな、違うか。うまいよね。いや、なんかこの世に美味しいものがありすぎる。食べるのって幸せじゃない？食べれることって幸せじゃん。富の象徴じゃん、だって。素敵じゃないですか、富の象徴。だから別にちょっとダイエットは無理にするもんじゃないんですよ、正直。
なんかこのルーム見てダイエットしなきゃってすごい負担に思ってる人は無理にするもんじゃねえからダイエット、いや無理に頑張らなくていいよダイエット、考えすぎておかしくなっちゃう人もいるし、でもまあ死ぬとか健康に関わるのとはした方がいいかもしれないけど、もう無理にするもんじゃない、ありのままでいいんですよ正直。もう自分いろいろ自分なの研究して、そうなんですよ、だって分かってくるんですよね、乳製品の脂質が合わないんですよ私。だからまあ鶏胸肉とかもいいけどお魚の方が結構いい。佐藤くん体験ありがとう。健康のためにソイプロテイン飲み始めた、えらーソイプロテインいいな、ソイプロテインいいね、ソイプロテインって結構肌めっちゃ良くなるってよね。なんかでもソイプロテイン合うんだね、私なんか多分合わないんですよソイプロテイン、なんか大豆系羨ましい、ソイプロテイン合うの。あとザバスのキャラメル味のプロテイン飲んで衝撃走りました、うますぎて何これみたいな、もうあれ感動した、最近衝撃走ったよね。私だから普段食べてるものとか載せないんですけど、あれはさすがに送りましたよ、まばめに、うますぎて。いちごミルクタムが好き、タムちゃん好きなの、いちごミルク初めて知った、可愛いポーズとって、でも今日あんま漏れてないからな、可愛いポーズとってもブスかも。ごめんなさいブスかも学生の頃いちごミルクだけ飲みにビッグドン行ってた、えでもさそれぐらいうまいよね、びっくりドンキーさマジで美味しい。あ衝撃走ったものありました、ロイヤルホストです、もうロイヤルホスト大好きだもんさ私、もうねあやぱんとロイヤルホストに行ってはーって感動しました、もう本当に大好きだもんす、ロイヤルホストはもう大好きだもん私、ロイヤルホスト結婚しましょうって感じで、私はもうロイヤルホストが大好きです、ロイヤルホストは何食ってもうまい、もうロイヤルホストと結婚したい、もうロイヤルホストです、衝撃してたものロイヤルホスト、大好き、ロイヤルホスト高いけどね、高いけどね、もうロイヤルホスト大好きでます私。俺が好きな食べ物なんだ、ねー宇都宮りねちゃん。デニーズのミニチョコサンデーじゃない。うわデニーズ大好き。デニーズも大好きさます。デニーズも大好きさます。美味しいさます本当に。デニーズも美味しいよね。デビルズ。パフェでしょ、デニーズの悪魔のデビルズパフェデビルズパフェもう大好きなんすよ、もうパフェは大好きなんすよ私、最高峰ですから、デビルズサンデーパフェ、デビルズチョコサンデーでしょ、デビルズチョコサンデー、ロイヤルホスト貴族、そうだよロイヤルホストはね貴族なんだ、高いもんだってちょっとほんまにちょっとしか食べてない4000円とかいくんだよ普通、おかしいだろ、おかしいじゃろがいいなっていやでもそれぐらいの価値はある、デニーズってデニーズじゃないロイヤルホストって何がやばいかというと、なんか本当にびっくりするのがなんて言うんだろう、食器とかも全部変えてくれるし何も言わずに、で一番びっくりしたのがエプロンを膝に引いてくれたの、やばくない、
本当に泣いちゃったよ私、何これみたいな。なんか多分なんかステーキとかなんかそういう跳ねる系のものを頼んだ時にハンバーグみたいな、鉄板が跳ねますのでみたいな、お気をつけくださいみたいな。でさ普通はさ自分で引くじゃん、なのになんかさって取って私のところに引いてくれたの。なんて言うんだろう、 なんて分かる、あれあれよ、な分かる、分かります、あの白い、なんて言うんだろう、分かる、膝掛けみたいな、分かる、引いてくれて、えって思ってちょっと感動しました。え接客もいいんだよね、デニーズって言わない、ロイヤルホストってマジで感動して、その私優しいって叫んじゃったそしたら笑ってた。もうなんか全部美味しいし、もうロイヤルホスト大好きで、ロイヤルホストはもう私あやぱんとロイヤルホスト大好きマンなんですよ、私とあやぱんって。だからロイヤルホストに2人で絶対食べに行こうって言って、もうあやぱんとデートする約束をしてるけど、ロイヤルホストの期間限定のメロンのやつを絶対食べに行こうって約束してるの。ロイヤルホストって本当に素晴らしいんです。そうエプロン引かれて泣いちゃったの、感動しすぎて。なんか毎回食器も変えてくれるし、お冷やもなんかコップ新しいやつを持ってきてくれるし、毎回えみたいな、何このサービスだと思って、そう感動しました。なので私はロイヤルホスト大好き、結婚したい。そうホスピタリティ、本当に感動しましたロイヤルホスト大好きです。ロイヤルホストね、みんな行くべきですよ。美味しい、高いけど、だから頻繁に行くものじゃない、あれは。もうね何ヶ月に1回とかに行くものですね、特別な日に行くものですね。いやうまいよなロイヤルホスト。こんばんは、優しくない、エプロン引いてくれるんだよ。だってさファミレスでさエプロン引いてくれるところなんかある、なくない、なんか泣いちゃった、優しすぎて。私結構秘密気質なんかもしれない、なんかそういうのに弱い、優しいってなっちゃう、いつも自分がする側だったから、人にねしてあげる側だから、逆にこうなんかしてもらった時に優しさを感じて泣いてしまうんですよ。デブリズあチョコサンデーデニーズ大好き、本当に美味しい。いやデニーズもうまいよ本当。配膳ロボットね、配膳ロボットも好き、配膳ロボットあの猫ちゃん猫ちゃんあれ大好き、可愛いよねあの猫ちゃん。デニーズ岡山、えデニーズ私が住んでた時は岡山いなかったけど、もあるなんか私はまあなんか遠征とかで朝メンバーと行ったりとかそういうのであります。地方とかに行った時このサイゼうまいよね、サイゼも好き、サイゼの小エビのサラダサイアンと食いました。サイズうまいよな、サイズのさなんかさアイスがさ乗ってるさフォカッチャをみたいなあるじゃないですか、フォカッチャみたいなシナモンパウダーかかってるシナモンシュー、あれうまいよねサイズ。小エビのサラダもうまい、シンプルに。こんばんは、隣にロイホ作ってあげるから結婚しませんか、えお願いします
てそんなことやってられないと思ったか。うん、そんなんで結婚を誘惑したらダメだよ。結婚したくなってきたやばい、ちょっと結婚したくなってきた、やばい。ちょっとロイヤルホストはちょっと結構惹かれるな。ちょっと結婚したくなってきた、やばいかもしれんやばい、つらい、逆につられそう。普通はこっちがつる側なのに逆につられそういやーちょっとやばい、ロイヤルホストにつられそうかもやばいですね。サイゼって本当に安いし美味しいよね。サイゼリア、私岡山にサイゼリアなくて、広島に来た時にサイゼリアがあって感動したんですよ。サイゼリアに行くのが夢ってずっと憧れてて、本当に羨ましくて、サイゼリア行きたいなと思って、やっと行けたんですよ。サイゼリア本当に美味しい。小指のサラダ大好き、大好きじゃます。小指のサラダ、こんばんは。ランチやっぱサイゼって安いよね。安く、サイゼって安いし美味しい。サイゼのあれが美味しいの知ってる？なんか新しいドリアのなんか明太子が乗ったドリア、あれめっちゃうまいよ。サイゼの明太子のドリアみたいな、あれめっちゃうまいから、クリームドリアみたいな、あれめっちゃメロつく、マジでどうつけ上げる、食った瞬間あれめっちゃうまい。サイゼ来たサイゼ来た、ちょうどサイゼで食事中、いいな、サイゼ来たよな、なんかシンプルにサイゼ来たい。なんかさ1万円企画とかさ、私やったことないけど、1万円企画やるってなったらサイゼリアって安すぎて多分めっちゃ食べれるよね、多分分からんけど、1万円企画やったら絶対食べれるくない？結構ちょうどサイゼリアで食事中だよ、いいな。丸子カフェは、まあ、確か岡山県だけど、岡山イオンに行った時ぐらいしか食べんないやなんか私の岡山ですけど、私の住んでる地域に丸子カフェっていうのはおしゃれなカフェじゃなくて、馴染みがなかったんですよ。だから岡山イオン行って初めて丸子カフェって岡山県なんだって知ったし、丸子カフェの存在を知ったんですよ。ゆうたまた会いたいな、それな、また会いたいね。ロイホ100個か、ロイホ100個はいいので、ロイホを食べさせてくれるあの経済力があるなら結婚考えます。ロイホを毎月食べさせてくれる経済力があるなら考えます。ロイホ100個じゃなくても、うん、結婚するってことは一生死ぬまで一緒ってことだから、100回だと多分少ないですよね。100回以上でロイホで、レギュラーホスト大好きなので、ベイちゃん、コマありがとう。サイゼリアの全メニュー食べ尽くす企画、プライベートでノーカメラやってるやん。いや絶対死ぬ、腹パンでどこが生き絶望になって死ぬ、絶対マジで帰れんくなる、厄介かも、お腹いっぱいすぎて。一人だったら絶対無理だから、食べ残してもう最低なことしちゃうから、メンバー全員で行こうかな。そしたらいいかも。
なんか何か一つ100個食べれるなら何が食べれるって思う、みんな。なんかこれ100個食べてください、これ100個食べて1万円あげますって言われて、あ、これ100個食べて100万円あげますって言われて、なんだったら100個食べれる。でもそうなってくると数がちっちゃいものでいかにしつこくなくてって感じだね。あ、そう、たらことエビのドリア、それだ、たらことエビのドリアめっちゃうまい、サイズ大好き。キムコ、お天気ありがとう、うまい。間違い探しやったことないです。あ、あるけどむずいよね。シューマイか、シューマイ確かにいきそうだな。あ、いやー、シューマイ絶対無理よ。結構だってシューマイお腹にたまらん。シューマイでもいける、いけるか、いけるって言われてた。シューマイ結構お腹にたまりそうな気がするけど、ちっちゃいやつでもね割と腹にたまるよ。シューマイ、わんこそば、あ、わんこそばね、わんこそば意外とやっぱいけるとかって言うもんね。私食ったことないけど、わんこそばいいな。わんこそば確かになんか少ないもんね。行く。にゃんにゃん、こんばんは。餃子、あ、餃子、いや餃子も腹にたまるでしょ。たまにこんなちっちゃい餃子あるじゃん、一口餃子とか。いや、あれでも結構きつそうじゃない。やっぱ中にあんとか入ってるとお腹たまりそう。でも餃子うまいよね。グミ、あ、グミはいける。グミはもう一気に50個ぐらい口の中に入れれそうじゃん、ぐーっつって。グミはチートですよ。うん、ちょっとグミは甘いですね。いやでもグミはうまいよね、食える、全然食べれます。うまい棒、あ、うまい棒やばい、口の中水分さえ取れればいけそう、うまい棒。いやでも意外とお腹にたまるぞ、絶対あれかさ増しするぞ、胃の中であれは。辛味チキン、辛味チキンいいな、辛味チキン美味しいよね。唐揚げくん、唐揚げくん、唐揚げくんはいけそう。いやでもちょっとお腹たまりそうやな、あれ結構だって質量悪くない、一個一個5個ぐらいでちょうどって感じだよ。あの6個が入ってる唐揚げくんうまいけど、こんにゃく、こんにゃくは絶対に顎が疲れるから、うん、こんにゃく意外と満腹中枢上がりそう。小学の時わんこそばやって60か、わんこそばで60か、小学校。え、じゃあもっといける、大人100杯いけるかも。フライドポテト、ポテト100本は余裕ですね。あの1本あの細いやつ1本だったらまあいけそう、全然。うん、お腹たまりそうだけど。ピノ、あ、ピノは寒さが勝つ。多分リアルな話をすると寒さが勝つ。でもお腹、いやで頑張ればいけるよね、ピノ。あのバラエティパックみたいな、あの同じ味じゃなくてアーモンドとか、あのいろんな味が入ってればまあいけそう。でも寒さが勝ちそうだな。マシュマロ、マシュマロはダメです、絶対不向き。あのちっちゃいこれぐらいのマシュマロだったらまああれだけど、これぐらいの普通のマシュマロだと絶対ない、絶対。え、好きだったらいける、好きだったら食べれるかな。マシュマロ絶対お腹いっぱいなもん。ミンティア、ミンティア吐くか、まあ絶対に胃の中はいけるけど絶対にお腹ゲリ出るよそれ。ミンティア100個も食ってたら絶対ね下すから、ミンティア100個絶対ダメ。100個チャレンジなのに味覚も楽しもうとしてるのか。そうだよ、100個チャレンジなのに、そう、ちゃんと美味しければ続くからね。だんだん味に飽きてくるから、そう考えると味おいしい、味わうことが大事なんだよね。でもだんだんさ100個とかになってくるとさ、もう味わうとかのレベルじゃなくてもただ口の中に入れるみたいになってるね。え、なんか一回大食い企画やったじゃないですか、シティのクルタンと私と誰だっけ、パセリとね、あともう一人いた、サーヤンかな、え、誰か言ったよね。なんかで、なんかチャーハン1キロ何キロだっけ、何キロ食べきるみたいなやったよな、あれなんかレシティ U のなんか企画で、あれじゃ無理だったもん私、ほんまに食えんかった。クルタンめっちゃ食ってた、
マジびっくりした。クルタンめっちゃ量食えるなと思って、すごかった。でも私マジで食えなくて、一番食えてなかった、食べれてなかった気がする。私マジで食べれなかった、きつかったですね。ピノ100均、ピノ今売ってるストロベリー、あれめっちゃバズってたよね。あれめっちゃ食べてみたいんですよ。ピノのストロベリーめっちゃ美味しそう。バズってたよねあれ。ピノのバスクチーズケーキ味とバスクチーズケーキ味とカフェモカ味が私の中でもうトップナンバーワンを競うぐらい好きなんですけど、ストロベリー味そんな美味しいなと食べてみたい。マルクハートありがとう。フライドポテトしっとりとカリカリどっちが好き？うわーちょっとそれ結構究極の選択。カリカリかな、カリカリが好き。でも私あのしなしなのポテトも好きなの。もうねどっちも好きなんだよ、わがままだけど。カリカリで食べてて途中からちょっとお腹いっぱいになって放置してしなしなになったポテトが好き。しなしなポテトうまいよな。いやでもカリカリ好きやな。ちょっと私もねポテト食べてすぎて頭おかしくなりそうだから、ポテトの話一旦外れたい。ポテトマジで大好きなんです。マルフク大輝ありがとう。ポテトうまいですよ。なんかもう、さっきはミエポンたくさん食べるらしいよ。もう一回やってみるのあれですね。全然ポテトチャーハンあれ何キロだっけ、5キロだっけ、何キロだっけ、5キロだっけ、1キロだっけ、食べきる2キロだっけ、チャーハン食べる企画やばかったよな。あれなんかあんなでっかいチャーハンの山盛り、なんか半分しか食べなかった。全然食えなかったですマジで。クルタン結局完食したのかなあれ。あ、ミホリンか、ミホリンだ、ミホリンが食ってたんだ。ほんとすごい。でも私マジで食えなかった。ミホリンとサラピはめっちゃ食べるイメージ。あーサラピ食べるん、サラピ食べるの初めて知った、意外と。いやでもあのジョジョ園にあのめっちゃ LINE 通知来るジョジョ園にあの焼肉企画で焼肉皆さんがバイライ頑張ってくれて、あのまあバイライじゃない、バイライじゃないですね、ごめんなさいあの頑張ってくださったじゃないですかあれであの企画で事前に行ったと思うんですよ、行ったんですよ。に3何なんか何枚もあの高級焼肉、バイライ行こう、バイライ行こう、合ってる、バイライじゃない、私ちょっと今結構焦ったあの企画で、あであそう、バイライですね、バイライ、ごめんなさい、合ってた合ってた、マジ焦った、よかったよかった、マジ焦ったそうバイライ頑張ってくれてじゃん。あの企画でソラハさんとリカちゃんも普通に結構食べるでしょ、ソラハさんと、ソラハさんめっちゃ食う、びっくりした。あずみんとかも食う結構。念のだるまありがとう、ルカちゃんハートありがとう、タンタン待機ありがとう。なんかめっちゃ食べるって思って、私一番最初にギブしました。結構
やばかった。いや、なんか最後オーダー終了の時に、オーダーストップしますの時にもうデザートの段階だったのに、なんかソラハさんとか、ソラハさんがなんか、あ、ユッケ追加でって言ってて、ってなった。びっくりした。アズミンとかもなんかユッケ3倍ぐらい食ってた。めっちゃ食べるやんってなった。意外となんかちょっとギャップ萌えしましたもん。でも大好き、私めっちゃ食べる子大好きだよ。いや、なんかほんまに結構食べるんやなって。でもなんか私思うのが、やっぱアイドルって結構食べるんだなって思います。なんか普通にさ、なんか結構食べる、やっぱ動くから食べるのかなって思います。結構食べてる子多い。うん、食べるけどそれが体質に出るか出ないかとかじゃないかな。割と結構みんな食べるなって思いますね。うん、でもうまいよね。ハロー。叙々苑楽しかった。叙々苑人生で2回しか行ったことなくて、1回目は18歳の誕生日の時に、もう18歳になったら大人だからもう絶対に一人で叙々苑行くって言って広島の叙々苑のランチに行ったんですよでランチの中で一番高いあの叙々苑の焼肉を食べて、それ以来ですね叙々苑は。うん、でこの前初めて2回目で梅来で行って、叙々苑はねもうお高級なのですぐ1万円とか行きますから、何万円とか行きますから。もう絶対に自分の誕生日に徐々に18歳になったから行くんだと思って決意して行ったんです。もうすーぐ行きます。何万円とか高い。徐々にね、ね、マジめったに行けない。でも行くとしても、でも最初の1枚が一番美味しいもうなんか油で結構やられるんですよ。でもそのケータリングのお弁当とかでご褒美のなんか叙々苑弁当みたいなやつはまあ結構あるけど、でもお弁当ですら涙出てくる、美味しすぎて。叙々苑もう焼肉って素晴らしいよね。美味しいし。そうやね、めったに行けないですよ。逆に私が毎月叙々苑に行ってますって言ったらやばいでしょ絶対行かないですよ。高いし。お高級なので。でも高いが全てじゃない気がする。高いの美味しいけど雰囲気も含めてかな。あのなんかお店のすごい独特なお高級な雰囲気も含めてのあの値段な気がするな。すごい幸せ、あの空間がね。オノピーハートありがとう。あの空間がね素晴らしいですよ。ジョジョエン、ケンちゃんハートありがとう。田辺さん待機ありがとう。ゆいさん待機ありがとう。うまっジョジョエン焼肉行きた。うわ焼肉行きた。なんか広島で美味しい焼肉屋さん分かんなくて、
でも通いやすいみたいな焼肉屋さん分かんなくて自分、こんばんは。あるかな広島の美味しい通いやすいみたいな焼肉屋さん。時間かってしまったくんハートありがとう。一人焼肉の店、あ、なんかライクみたいなのウルフみたいなところあった気がする。駅に。でも私一人焼肉全然できるんですけど、逆に一人焼肉のお店は行かないかも。なんか普通にチェーン店とか、まあ、個人のお店の焼肉屋さんに一人で行ったりする。マット君ハート大量にありがとう。たくさんチェーン店のなんかあやパンがなんか焼肉じゃないけどゆずあんっていうチェーン店のしゃぶしゃぶ、ゆずあん大好きって言ってて、あやパンがゆずあん行ったことないんですよ。でも広島に1店舗だけあるんかな、なんかあってゆずあんに行ってみたい。なんかあやパンゆずあん大好きらしくて。みーずちゃん花瓶ありがとう。幕張まであと5日、あと5日か、やばいねあと5日で会えるってやばいね、ドキドキしちゃう。やっぱ幕張モチベに生きてるからな今。マジ楽しみなんだよな幕張。みーちゃん大気ありがとう。ない。ゆざん岡山にもある。え、そうなん？初めて知りました。ゆざん岡山にもあるんだ。なんか岡山に住んでても多分自分の住んでる地域は田舎すぎて対象外だから知らないことばっか。だから逆にファンの皆さんの方が知ってる。かも。岡山帰りたいな。お姉ちゃんに会いたい。お姉ちゃんに会いたいな岡山。お姉ちゃんに会ってもすぐ会いたくなるからもう病気マジでお姉ちゃんこと好きで結構なシスコンなんですよ。でも全然さ兄弟とさ姉妹っていうかさ、まあ、家族と仲悪いっていうか仲いい方がいいじゃん。だから全然大丈夫かってなってる。りょくくん待機ありがとう。コトリン大輝ありがとう。みんな配信終わるぞ。うつみ配信終わり終了。壇上見ます。13位佐藤くんありがとう。12位オノピーありがとう。11位しんしんしんくんありがとう。10位ジャッキーありがとう。9位ケンちゃんありがとう。8位スーさんありがとう。7位ロコポコありがとう。5位世界の片隅マット。6位かけひこありがとう。5位世界の片隅マットありがとう。4位サージカルありがとう。3位クゴくんありがとう。2位ハルロンありがとう。そして1位がドゥルルパンウエマンです。ありがとうウエマン、ありがとうございます。ありがとうみんな。トモン大輝ありがとう。
皆さんお疲れ様でした。この後またメール送りますね。ありがとう。もしよければこの配信を見てくださった方はインスタグラムと X とこのルームのフォローの3点セットお願いします。この下から飛べますので、もしよかったらフォローしてください。じゃあね、地爪界隈になったりねちゃんでした。お疲れ様でした。バイバーイ。おやすみ、おやすみんとバイバーイ。おやすみ。